はいどうも、カズベンです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、カメラ1、2、そして3、3台のカメラでさせていただくわけなんですけれども、今日はね、前回の動画の続き、カズペン初めての DIY をするぞということで、こちらにね、長いね、木、247センチ間の合計を用意させていただきました。この壁に、棚を作っていくわけなんですけれども、このね、まず長い柱を壁にこう引っ付けてね、そしてこの横の面に、棚を3つ作るというね、こう計画でやっていきたいなと思います。前回の動画でね、僕、DIY やろうと思ったら、初めて DIY やろうと思ったら、こちらの木見てください。はい。この木をね、僕買ってきてしまったわけですよね。はい。この木、こちらもともとついてたんですけれども、変な、こんなとこで切っちゃいましてね。全然これ、見てください。足りない。こういうね、木を買ってきて、盛大に間違えてしまったわけなんですけれども、その後ちゃんと買いに行ってね。で、もうオイルも塗って2日間乾かしております。はい。2日間乾かすとね、この木の色わかるかな？これ全然色違いますよね。これちょっと茶色っぽくなるんですけれども、このね、オイルがまた臭い。この狭い部屋にはね、このオイルが非常に臭いんですけれども、まあ仕方ないかなと、しばらくの間ちょっと窓を開けて、匂いを飛ばしてっていう感じになると思うんですが、この木を使って、やっていきます。はい。で、棚になる部分が、こちらですね。まず1個目、大きい棚ね。これね、縦何センチか、横何歩か、で、厚み何歩かの何歩かを、もう結構上の方にこういったろうかなと、ガジャンと。で、もう1個、この木を中段ぐらいと、で、もう少し低いところにこうつけようかなと。で、下の方はちょっと物を置くんで、フリースペースにしようかなということで、この3つの板をつけていこうと思います。この板を、ここわかるかな？ここにつけるっていう手もあるんですけど、この奥ね、この木と木の間につけるという手もあります。ですが、今回はね、ちょっと前にこう張り出したいなということで、この横に見えてるこいつね、この棒ですわ、この棒ね。はい、この金属のステーをここにこうバジャンとこう打ち込みます。はい。ちゃんとね、木をこの色に塗ったのに、もうこれはね、その元の木の色と同じような。やっててね、途中から気づいたんですよ。これ色全然おかしいやんと。いや、もうね、もういいんです。もうね、DIY なんかもそんな細かいこと気にしない。細かいこと気にせずやっていく。これをこう打ち込んでいって、その後に、こういうね、棚受けがあるんで、これをこうガチャッとね、こう、つけるわけです。で、こうハンマーでガンガンとこうちゃんと叩いてね。で、こういう風な形になって、この間に、この木のね、板をこういう風にね、置くわけですね。もうだから置くだけです。置くだけなんで、正直地震来たりね、バーンと当たったりしたら、この横の棚ごとずれるんですけど、もうそのね、細かいこと気にしない。もう細かいこと気にしたら DIY なんてね、やってられないということで、今日はやっていきたいなと思います。はい。ではね、まず、前回ね、ちょっとお話しした、これね、ラブリコ。このラブリコのアジャスターを使って、この柱をね、止めていきたいなと思います。というわけで、これね、これが下の部分になるんですね。で、もう一個ついてるな。よし。まずね、もう一個早速止めちゃいましょう。うん。で、今下にね、僕、絨毯引いてるんですけど、本当は平らなね、ちゃんとした床のところに、ガチッとね、くっつけろみたいなこと書いてあるんですけど、もうね、この横幅とね、部屋の横幅と絨毯の幅がもうぴったり合ってるんで、もう今更ね、こっちに本棚とかも置いてるからもう動かせないんで、絨毯の上にもうそのままガチッと行きます。うん。で、まずこれ上にね、ラブリコをね、パイルダウンするわけですよ。これ入ってんのか？入ってるわ。入ってましたね。このパイルダウンした状態で、よいしょ。こういうことですよ。ね。こういうこと。で、ここの端っこのとこに決めていくわけなんですが、これいけんけ、これ。はい。まあ、この状態で上のネジをね、ギリギリと回していくらしいです。はい。ただ、困ったことに、台がない。台がないから、このちゃぶ台使う。ちょっと失礼。よいしょ！台がないから、このちゃぶ台使う。はい、ちょっとカメラの位置修正する。はい、修正この位置。OK。はい、で、ここだ。台に登ったけど全然届かへんね。で、ここを、こうなんかこう、回していくらしいです。
ちょっと回していってみましょう。どういうこっちゃ。これよう考えたら全く僕水平とか取ってないねんけど、いけるかな水平とか取ってへんくていけんのかな。まあいっか、細かいことは微調整は後でやって、なんとなく雰囲気だけ掴んでいこう。あ、結構しっかりしてる。結構しっかりしてますわ、これ。ほうほうほう。ほう、なるほど。あ、ちょっとこれ離さなあかんね、ほんなら。はい。このラブリコって、なんか結構女性でも使えるみたいなキャッチフレーズですけど、今度から、カズペンでも使えるっていう風にした方が、よりいろんな人が使えると思うんですけどね、このロ。はいはいはい。まあ。お、ジンって言った。ジンって言った。ちょっと緩めとこう。うん、まあこんなもんでいいでしょう。はい。これで片方、柱が、こっちか、柱がつきました。で、次こっち。次こっち側の柱をつけていきたいなと思います。2本目の柱。2本目の柱は、ちょっとこの棚ね、この棚、この棚がしっかりとこう間につかないといけないんで、やっぱ僕の動画を見てくださってる方は僕が大失敗するとこを見たいはずなんですけど、こればっかりはちょっと大失敗してはもうちょっとえらいことになってしまうんで、慎重にいきましょう。はい、はい、このラブリコその2を上と下、下につけます。下は装着できました。おお、危ないやで、ほんま危ないやで、ほんま俺。で、これを上に同じくパイルダウンすると、よいしょよいしょ、はい、はい、これできました。うん、で、90センチ測っていきましょう。はい、90センチ測っていきます。で、90やったら上がんのかな。90やっ、ちょっと待って、もう一回上がる。この棚が91あるから、89ぐらいで合わせといていいかな。89ぐらいで合わすから、もうちょい一番やな。なるほど、よしよし、 OK、大体いけます、大体いけます。はい、よいしょ、はいよ。そもそもね、ここでほんと89測ったら、普通の人やったらなんかこう意味ない、家が壊れるとこやった。普通の人やったら89取るんですけど、僕の場合はもうほんまに超超適当なんで、よいしょ、ここに鉛筆があるんで、じゃもう一回始めて取ろうか。やっぱスパッとつけます。で、この時もう水平が取れてるかどうかがこんなの全く分からへんので、ここはもう適当にね、あの行きましょう。ここの木の裏に指一本がここもね、入らんぐらいで今調整しました。はい、これ大体この自分の指の感覚なんで、大体正確なんで間違いないです。はい、これも全く一緒。はい、で、几帳面な人ってここでどれぐらいネジ回したとか、何周回したとか、何周回したとか見たりするらしいんですけど、あの、そんなことしません。はい、そんなことしたら明日の朝までかかってしまいます。もうこれだけで結構、あしまった。実は、この木って、まあ、あの、もともと大きい木を絶対こう切ってるんで、つるんとした面と、こう、ザラザラした面があって、こっちザラザラ面なんですよね。ザラザラ面を裏にしてたはずなんですけど、いずれね、この間に、棚をね、入れれるように、ラブリコのこの、こういうね、受け皿をね、実はもう通しちゃうんですよ。はい、見つめました。はい。やっぱりやってしまうね。やっぱりやってしまうね。みんなの期待に応えてしまった。今日もみんなの期待に応えてしまった。最悪、最悪です。まあまあ、この位置で、これちょっとくるっと回転させればいいだろうな話なんで、
もう一回言いましょう。気を取り直してね。適当です。自分の中指が1本入るか入れへんかぐらいのところで回します。あっつる、背中つりそうや。よいしょよいしょよいしょ、はい、ちょっと出しといて。ラブリーここね、結構ねしっかり止まるし、今みたいな失敗してもすぐに修正効くんで、これいいね。やっぱおしゃ、そう、オッケー。まあこんなもんやろ。よし、はい、できました。これでこの2本の柱、この2本の柱がこれできたわけなんですけれども、はい、結構ここまでで大汗、はい、できました。で、次ですけど、次はこれね、さっき言った全然色の違うこの棒、この棒をここに打っていきます。はい、いけるかなこれ、このまま打ってガー言うけど、お隣さんとか大丈夫かな、まあいいか。はい、でこれ打っていくんですけど、これちゃんと2本こう打ってね、2本こう打ってほんまに棚平均取れんのかっていう話なんです。はい、そもそもそうなってくると、この2本がちゃんときっちり2本同じ高さになってますけど、これどうやって取ったらええねやろ。天井からの高さ取らなあかんの。とりあえず一番上でええねんけど、一番上からよいしょ、一番上から、あ、だからこれ一番上から13センチのとこから始まってます。でこっちが、こっちも上から、うわ、ほらほらほら、やっぱり来た来た来た、やっぱりだ、やっぱ俺の言った通りや。よいしょ、こっちは12センチのとこから来てるということはどういうこと。やっぱりこの入り具合、ネジの締まり具合が右と左ではもうやっぱり違うんですね。ああ、そういうことか。こっちすぐ動くってことはもっと締めなあかんってことやね。やっぱりちゃんとやっといてよかった。だからこれをもうちょい内側にして、内側にしてもうちょっとグッグッとこう、なんていうのかな、突っ張る感じにすると。目切りだからね、ほんま。でこれどう考えてもね、これ木の長さが微妙に違うから、木の長さが絶対微妙に違うからね。うん、いけんのこれ、これ 12.5、 これうん12、あ、大体一緒や、もうこれでいこう。よし、大体 12.5 で上からの高さが一緒になりました。これをつけると、もうつけんなら、ど真ん中にバッチン止めたったらええかな。うん、もういいや。あ、多少のもうズレはね、しゃあない、まあ、多少のズレはもう言うてしゃあない素人仕事やし、素人仕事やからもういい。はい、15センチのところ、ね、天井から15センチのところに、よいしょ、お、打ったらええのよ、こうやって。お、やばいな、オッケー。この高さに合わせて1個目の穴を打てば、まあ多分いけるでしょう。うん、もういける、いける、いけた、てかもういけた。はい、これ見えへんな。次にこれ見てください、じゃりーはい、これあのマキタのね、インパクトドライバーです。これね、借りてきました、借りてきました。やっぱ消防士やってるとね、こういうのいっぱい持ってる人がね、あの身近にいてるんでね、ありがとう後輩、ありがとう。はい、これでネジ止めしていくんですが、うん、あんまりね、こんな偉そうにこうやってね持ってるけど、全然僕こういう工具とかもね、あんまりよう分かってるようで分かってない系消防士なんで、どれにしようかな、これかな、この大きさかな、
これもうね、ちょっとぶっ刺していきたいなと思います。というわけで、後輩君に借りたこのマキタのインパクトドライバー、これでもって、一発目もう打ち込んでいきます。はい。もうね、マンションなんで、そんなね、時間かけてられん。うん。よし。いっちゃいましょう。これでも難しいな、やっぱ DIY ってね。こんなん趣味にする人無理やわ。いくよ。乾燥せよ。あ、え、なんだった。ちょ待って。お、打たれへんや。え、なに？なに？何しようこれ。何の音？え？え？落ち着けが足りひんこれ。最悪やこれ、ネジ山潰れてるパティーンちゃうのこれ。マジでよおい。ネジ山がね、潰れた可能性がある。いきなり、うん。なんでやろ、なんでや。いや、繋がってんねんけど。いや、普通のプラスドライバーやったらこんなん打ち込まれへんねん、これなあ、うん。いや、ほんまに。あ、ちょ待って。え、嘘。すいません、あ、カメラ全然映せなかった。すいません。失敗その2いきます。失敗その2です。これね、こんな安物のこれ、こうラチェット付きのね、カチャカチャするやつ。これでね、はっきり言っていいか、しっかり入る。嘘。むしろ、めっちゃ綺麗に入りました。で、一発目これちょっと見てもらう。はい、この僕の手元カメラ、わかるかな。ね、ネジは完全にこれいっちゃってるよねこれ。はい、というわけでね、ネジ山を1個盛大に潰してしまいました。これもこれで、あ、いけましたね。いや、別にマキタが悪い。いいわ、マキタさんが悪いわけじゃないぞ。悪いのはどこにでも僕なんで。あの2個目を止めるときに対してまっすぐを見ずに止めてしまったばっかりに、若干こう外に反ってます。はい、でも大丈夫。棚受けはこのしっかり止めるんで、少しぐらいね、あの反っててもね、多分大丈夫です。はい、もう知らん。はい、じゃあどんどんね、ネジ止めしていきましょう。うん、これインパクトってすごいねんな、やっぱ。あ、そうか、ゆっくり回したらいいんか。力入れて全力で回すからこうなんの。今さら気づいた。いますか。ああ、今さら気づく34歳の冬やで。よいしょ。ほんで次ここね。めっちゃすぐ止まる。インパクトドライバーって全速力で回したらあかんねんな。俺知らんかった。ゆっくり回して、そうそう、ゆっくり押しながら、こうですわ。そんなら最後、しっかり止まると。そういう仕様ね。そういう仕様ね。わかりました。はい、ごめんなさいね。画面の端っこで
端っこでごめんなさい、固定カメラやから。よいしょ。最後の1個もめっちゃね、ゆっくり押しながらできた。めっちゃ簡単。あれ、消防の世界にはあのエンジンカッターっていうね、機械があるんですけど、エンジンカッターっていうのはギーってこう高回転でね、再出力で回してで使うもんなんですよ。でもね、インパクトドライバーはね、どうやら違うみたいですね。インパクトドライバーはどうやらちゃんと考えて、力考えて使うもんらしいです。はい、知りました、初めて知りました。結構ね、消防士こんなん得意みたいにこう結構思われがちなんですけど、僕ね、図工嫌いなんですよ、図工とか。おい、落ちますね。おあかん、これあかん。やっぱ1個目キモやね、1個目絶対キモやから、1個目はちゃんと、しんどい、しんどい。台欲しい、台が欲しい、台が欲しい。なんでこの硬いね、この1個目だけ。1個目だけ力入れへんけど、もうええわ。あれは、あ、これ赤いやつ、赤いやつ、赤いやつ。ちょっと休憩、ちょっと休憩で、椅子、椅子登場。はい、いいっすね。オッケー、椅子オッケー、椅子オッケー、椅子さよなら。これでよいしょ。一応ね、ある程度仮止めもできたんで、この状態で一回これつけてみましょう。うん、もうしんどい。多分ね、僕は2度と、1、2、3、4、5、2度とね、僕はね、DIY をね、しない。絶対しない。もうね、そもそも自分が IKEA の組み立て家具すら嫌な、作るの嫌、あ、あ皆さん、事件です。事件です。事件です。はい。よし。事件です。これ一番の事件かもしれん。ちょっと待ってくださいな。マジで、マジで言ってんのか。何が事件か。これね、棚ギリギリです。これね、やってしまいましたね。これね、ギリギリです。もうちょっと近づけなあかんやんか。もうギリ、このね、幅が広すぎてどうやらギリギリになってしまったようです。やり直し。もういや、もうこの、これも打って、これ若干こっちに寄せたらええねんな。そうしよう、先打とう。つら。じゃあ持っていきます、後のね、ネジを、ネジを。うう、あかんない、やっぱインパクト怖いな、やっぱり。牧田さん悪いわけじゃないですよ、僕が悪いんですよ。牧田さんのせいじゃありません。よいしょ。どう、二度とやな、二度と DIY 二度とせね。でこの辺止めよう。いったら思いっきりいったろうな。思いっきりいったら逆にいけるかもしれへんで。まっすぐ打たなあかんねんけど。
チって業者みたいな音なって気持ちいいんやけど、全然入ってへんからね、これ。OK! あと2本。あと2本。あと2本だ。あと2本だ。不思議なもんでね、この安物の、このドライバーで地道にやった方が、しっかり入っていくという、この、悲しき現実。悲しい現実ですよ、これ。ほんま。なんでこんなことなんねん。合うてないんかな、先っぽが。待って、これサイズ何個？あ、2よ。え、ってことは俺が、先っぽの、ドリルの先っぽを間違えてる可能性が、大いにある。大いにある。マジで。今更これいけた。おそらく僕ドリルの先をちっちゃいの入れてたんかもしれない。どうやらそのようです。僕ね、このネジなんか2番のやつで今やったら綺麗にいったんやけど、ずっと1番のドリルで、ドリルかね、ドライバーの頭でやってたようで、それでうまくいかなかったみたいです。ムチは怖い。はい、というわけで、今、棚置きを2つ入れたんですけど、この幅がダメやったんで、はっきり言って、ダメやったんで、仕方ない。少し緩めて、若干内側にします。で、緩めるときはどっちや、こっちか。じゃあこっちか。でこれをちょっと緩めの、はい、ちょっとはうちにしといて、まあもうね、もうここまでいろいろミスったらもうね、ほんまに細かいことできません。これでどうやろう、距離を確かめていきたいなと思います。あれどこ行った。でこれでこの機能をはめていこうかなというところで、いや絶対123ね、こんなに僕は手際悪い音がやと思わなかった。ふいいよと、はい、ギリギリもうちょっと揺れただけでもうドラーン押してきそうな感じはするんですけど、もうね、もうちょっとかな、もう動じないですよ、これぐらいでは。よし、もうちょっと動じないしましょう。もうね、よいしょ、はい、ため息しか出ないよいしょ、こんなもんかな。よいしょ、もう一回ここやね。はい、ほんでこれをつけてやるとどうか。いい感じやね、幅的に。こうなんかダサいな。まあ、いっかも、これで。はい、もうこれでいいでしょう。よいしょ。なんか作ってみてあんまりいけてないなって自分で思います。はい、というわけでね、このハンマーで、あいつをカチン叩いて、高さを決めていこうっていう話なんですけど、よいしょ。本当にこの高さで良いのか。何回落ちんの？いやね、正直ね、失敗する動画を期待してる方に、失敗しませんよとかってこう言いながら、実はね、なんか失敗したのってね、実は企みやったりするんですね。あったりするんですけど、
あの今日着てるこのミスは全部マジのミスやからね。ほんまにマジのミスばっかり。もうって感じ。はい、でこれがここの高さでいいんかな、ほんまに。まあじゃあまあ別にここにね何を置きたいってわけじゃないんやけど、まあいいや、ここで決めていきましょう。よいしょ、ハンマーね、プラハンマー、これを、なるほど、打ってここをしっかり決めるわけ。これで取れへん、これで取れ、これが皆さん正しい使い方だそうです。うお、見た、うお、見た、うお、見た、うお、机の角を踏んで、2個目3個目の高さやけど、別にどこっていうことはないんですよ、どこっていうことは。なので普段僕が座ってるぐらいの高さでできたらそれでいいんで、ちょっとこれちょっと置いてもらって、はい、私その普段座ってる椅子ですね、椅子を持ってきたらしいの。だから一番下は一番下でええかな。よし、こんな感じでいいか。よしよし、これで打っていきましょう。で、あれ、ハンマーがね、ハンマー、ハンマーで、この位置にもう打ちます。 OK。 あ、ちょっと待って、ちょっと待ってあ、うん、ええかこれ、ええんかこれ、ええか、ええか、ええのかこれ。まあ、そうやな、ええか、ええわ。一番下に打つとかって言っときながら、下から2番目でしたOK。ごめんなさいね、ご近所の人。これで一番下決めれました。気を入れてみましょう。よいしょ、ほい、うん、もうこんなんで、こんなんでいいでしょ。はい、こんなんダサいね、やっぱこの色が、この色が、うん。でね、3つ目はね、もう適当、もう適当、なくてもいいぐらい、まあ、あのほんまに物置にしたいだけなんで、まだいけそうやな、まだいけそうやな。でもこれなんかな、なんだかな、うん、もうええわ、なんでもええわ。よいしょよいしょ、適当に適当に、で、さらに適当に、よいしょ、ね、どうなんこれ、どうなん見栄え的に。あのね、圧迫感はね、ある圧迫感はすごいある、うん。まあでもね、いいかもこれで。はい、というわけでね、3つ棚をね、つけて、ちょっとね、適当に物を置いてみました。あの、ね、物を置くとなんかそれっぽく見えるんですけど、あの、最初に言っときます、大した物を置いてない、もう全く大したもの置いてないんで、あの、なくてもよかったかなと思います。うん。で、まあ、作ってみた感想は、もうめちゃくちゃめんどくさい。もう二度とね、やりたくないっていう感じでした。で、あの、見てもらった通り、失敗もしまくりです。失敗する気ね、全くなくて、完璧に終わらしてね、ドヤーってね、こういう顔してね、まあ、ドヤりたかったんですけど、見ての通りでございます。はい。でね、何置いてるかをね、これ一個ずつ言っていったろうかなということでね、最後の締めの動画にさせていただきましょう。でね、一番上、ここね、幅が、25センチのこの棚なんですけど、ここにはね、飲んでないプロテイン。プロテインね、買ったりね、BCA、特に BCA かな、この BCA っていうのは、買うとね、全然減らないんですよね。で、この減らない BCA とかね、みんなでまとめ買いしたプロテインなんかは、全部ね、ここに置いていったろうかなと。で、ここね、2つプロテインシェーカーが、あります。赤いのとピンクのとあるんですけれども、まあ、これもね、あの、実は全然使ってなくて、あとね、マイプロテインの青いでっかいプロテインシェーカーがね、2つあります。はい。で、2段目は、
これ今回活躍したこのディアウォール、あ、これで、ごめんなさい、今回活躍したのこの後ろのラブリコね、ラブリコ、この後ろ上についてるこれなんですよ、これ、これラブリコね。はい、で今回使わなかったけどこのディアウォール、これもねすごく便利なやつなので、どっかで使いたいなと思います。もうでもね、あの DIY はしないので、あのでもどっかで使おうかなっていうところです。で、余った木なんかこう高さ出してます。はい、これ別にあってもなくてもいいやつをここに置いてます。はい、間違ったね、余った木もう一個まだあるんですけど、これ下にもう寝かしてます。これしばらくここにおりますんで、これ、欲しかったら言ってください、あの言うだけね。はい、でここね、最近使ってないですけど、これキヤノンの EOS キス、僕は子供生まれた時に初めて買った一眼レフのカメラと、そのレンズと、この後ろにもね、お父さんにもらったレンズなんですけど、まあ置いてます。うん、なんか YouTuber の人、この背景のところにこのレンズ、カメラ置いてたりする人多いじゃないですか。それをやってみたんですけど、大したカメラじゃないんで絵にならへんっていうね。はい、でこの次ね、マンフロットのこの三脚、この三脚僕結構使ってるんで、まあ目立つとこにも置いてます。うん、で、こっちね、扇風機で、これ扇風機で、これ扇風機で、これ iPad で、これ見えへんけど、使ってへん iPhone はここにあるんですね。で、これね、これなんなんでしょうね。これ軟化置きですわ。これ軟化置き。で、ここにちょっと見えるかな。ここにね、実は置いてるもんがあって、これ。これね。これ。これね、ケーブル束ねる、なんていうかな、マジックテープのやつです。このケーブル束ねるマジックテープね、意外とね、なくしがちなんですよね。で、100均いた時には買っとこうかなって、買った瞬間ね、いろんなとこからパンパン出てくるんで、このケーブル束ねるこのマジックテープ、もうここの一番目立つとこに置きました。これ一等地です、こいつ。こいつ今回で一等地。ね。で、まあ扇風機、扇風機。この扇風機ね、全然使ってないです。夏ね、職場の事務所がすごい暑くて、いわゆるその何、今は冬ですけど、その、クールビズ、クールビズやってる時にエアコン全然効かしてくれへんっていう時にね、パソコンにこれ繋いでた扇風機です。意外とパソコンの前に置いたら涼しいんですけど、家やったらあんま効果なかったんでね、もうずっとここ大きいですね。はい。で、この扇風機はね、結構、強いですね、このハンディの。まあ、扇風機の紹介どうでもいいんですけど。で、これ iPad ね、頼みます。で、これ。これお花ね。前はパソコンの、ここに今 Mac があるんですけど、このパソコンの横にこの花置いてたんですけど、ここに花を持ってきました。僕といえばやっぱお花じゃないですか。だからね、このユリが見えるように、黄色、白、ピンクのユリが見えるようにして、ここに花を飾っております。で、ここにグリーンがあります。はい。というわけで、これね、ほんと、大失敗です。はい。もう、ほんと大失敗。ここのね、間もね、むっちゃ空いてるんですよ。そしたら、この木の幅だけね、空いてるんで、結構こう、物落ちてきそうやなと。はい。で、ここの間、なんとかしてこう埋めたいんですけど、もうね、もうその気力もないんで、今日はやめておきます。壁からすごいこれ、張り出してるんで、張り出してるんでね、この木ね、この木をやっぱりこうパタンとこう90度倒して、この面を壁につけて、もうちょっと後ろに下げた方が良かったかなと思います。うん、ここに座っていつもパソコンで作業してるんですけど、それに関してはあんまりこう圧迫感はやっぱ出ないんですけど、部屋全体の圧迫感としてすごいあります。はい、それをね、和らげる花ということで、私の初めての DIY はね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。もう僕の DIY シリーズ、ないかと思うんですけれども、また好評やったらね、なんか作ってみたいなと思います。多分、盛大にね、ミスってしまう可能性が非常に高い。うん。そのうちね、大怪我したりね、するかもしれませんけどね、それも全部 YouTube でも配信していったろうかなっていうところなので、もしよければチャンネル登録とグッドボタンのほどまたお願いいたします。ではまた。